安土の町を傷つけぬためにも騎馬は使い、苦しい戦になるが、皆頼んだぞ。辛い仕事を頼むことが信頼って感じがいい。信長様、城下を荒らしては民が苦しみましょう。ここは城内に敵を誘い込み撃つべきかと。信玄はそう考えるか。光秀、町に火を放たれ、うぬの手で。何を申されます。信玄を足止めし、奴は牙を使うも。今は壊さなくていいだろう。その国は間違ってはいない。だが、敵将を討ち取ったり。遅れは取らぬぞ。続け。気も良いでしょう。家計は失敗です。引きます。やれやれ、随分凝った仕掛けじゃな。あんたほどの英雄を迎えるんだ。最高の舞台を用意しなくちゃな。今までは何もかもしれない。レベナの真意を聞かない。待てなさい。いた、参る。開けるわけにはいかぬぞ。一気に押し越え。皆の者、かかれ。負けるわけにはいかぬぞ。黙れ。敵将討ち取ったり。我らもこの勢いに乗るぞ。明智光秀、不憫な男よ。あの男を信長から放ってやる。皆の者、かかれ。